Education Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa. Watashi no channel ni yokoso. Watashi wa Filipino Chris desu. Akimashite omedetou gozaimasu. Happy New Year everyone. I am back once again for another reaction video and for today I am watching an inspirational secret story. This video is from this channel. It was suggested by this viewer. Thank you so much for your wonderful suggestion. Dewa sasuku, hajime masho. Oshu zuiichi no shinrichi koku, Poland. Poland. 今回は大正時代にシベリアで行き場を失ったポーランドの孤児たちと彼らを受け入れ命を救った日本人との物語をご紹介します。1999年8月、ポーランドからジェチプオツク少年少女舞踊合唱団があるメッセージを携えて日本にやってきました。メッセージの送り主は88歳になるヘンリク・サドセキさん。内容は次のようなものでした。20世紀の初め、孤児が日本政府によって救われました。シベリアで、とても劣悪な状況に置かれていたポーランドの子供たちです。彼らはその恐ろしい場所から日本に連れて行ってもらい、その後祖国に送り届けてもらったのです。親切にしてくれたことは忘れません。合唱団は私たちの感謝に満ちた思いを代わりに届けてくれるでしょう。日本の皆さん、ありがとう。佐渡関さんは一番大事にしているものを皇室に渡してと救出当時の写真を託していました。孤児収容所を慰問された皇后陛下に抱きしめてもらったことが忘れられないと話したそうです。20世紀の初めに起きた孤児救出とは一体どのような出来事だったのでしょうか。祖国の独立を夢見て反乱を企て捕らえられたポーランド愛国者たちの流刑の地がシベリアでした。1919年にポーランドがようやくロシアから独立した頃、ロシア国内は革命勢力と反革命勢力の間で内戦状態となり、極東地域には政治犯の家族や混乱から逃れるために東へと逃げてきた難民など十数万人のポーランド人がいたと言われています。それらの人々は飢餓と疫病の中で厳しい生活を余儀なくされ、特に両親を失った子供たちは極めて悲惨な状況に置かれていました。せめてこの子供たちだけでも生かして祖国に返したいとの思いから、1919年9月、ウラジオストクに住んでいたポーランド人によって、ポーランド救済委員会が組織されます。しかし翌1920年の春にはポーランドとソビエトロシアの間で戦争が勃発し、シベリア鉄道で孤児を送り返すことができなくなりました。救済委員会は欧米諸国に援助を求めましたがことごとく断られ、困り果てた末最後の手段として援助を求めたのが日本政府でした。救援委員会の会長ピエル・キエビッチさんは1920年6月に来日し、外務省を訪れてシベリア孤児の惨状を訴え支援を要請しました。彼女の訴えは外務省を通じて日本赤十字社に送られ、わずか17日後にシベリア孤児救済が決定されました。ポーランドは独立間もなく、まだ外交官も駐在していなかったことを考えれば異例の即断でした。日赤の救援活動はシベリア出兵中の帝国陸軍の支援も受けて行われました。決定からわずか2週間後には第一陣として56人の孤児がウラジオストクを出発し、敦賀を経由して東京に到着しました。それから翌1921年7月までの間に5回にわたり375人の孤児が来日し、さらに
1922年夏には第二次救済事業として3回に分けて390人の児童が来日しました。合計765人のポーランド孤児たちは日本で療養・休養した後、第一次はアメリカ経由で、第二次は日本船により直接祖国ポーランドに送り返されました。That's nice to hear that. 日本人とは異なる言語と習慣の孤児たちを世話するためにポーランド人の付き添い人をつけた方が良いとの考えで、日赤は孤児10人につき1人、計65人のポーランド人の大人を招待するという配慮もしました。日本に到着したポーランドの孤児たちは日赤から手厚い保護を受けました。孤児たちに思い出を聞くと、特に印象に残っているのは次のようなものでした。ウラジオストクから敦賀に到着すると、衣服はすべて熱湯で消毒されたこと、支給された浴衣の袖に飴やお菓子をたくさん入れてくれたこと、特に痩せていた女の子は日本人の医師が心配して毎日一錠飲むようにと栄養剤をくれたが、それがとても美味しくて一晩で仲間にすべて食べられてしまって悔しかったこと、到着したポーランドの孤児たちに日本国民は大きな関心と同情を寄せました。歯の治療や散髪を無料ですることを申し出る人たちや、慰問に訪れた学生音楽会、また仏教婦人会や慈善協会は子どもたちを慰安会に招待したりしました。慰問品を持ってくる人や寄付を申し出る人などは後を絶たなかったほどです。看護婦をしていた松沢文さんという若い女性は、腸チフスにかかった子供のそばを片時も離れませんでした。当時、腸チフスはかかったら最後、まず助からない病と言われていました。ふみさんは、この子はきっと助からない。それなら、せめて最後の時は私の胸の中で、と言っていたそうです。ふみさんの献身的な看護のおかげで、その子供は奇跡的に回復しました。しかし、ふみさんはこの看病が元で腸チフスに感染し亡くなってしまいました。またこんなポーランドの女の子の回想もあります。私はひどい皮膚病にかかっていたので、全身に薬を塗られミイラのように白い布に包まれて、看護婦さんによってベッドまで運ばれました。その看護婦さんは私をベッドに寝かせると、布から出ていた私の鼻にキスをして微笑んでくれました。このキスに生きる勇気をもらった私は、知らず知らずのうちに泣き出していました。Very touching story. 1921年4月6日、赤十字の活動を熱心に講演されてきた帝名皇后が、日赤本社病院で孤児たちを慰問されました。皇后は、3歳の女の子、キエノベファ・ボグダノビッチをおそばに召されて、その頭を幾度も撫でながら、健やかに育つようにと話されました。この打ちひしがれた3歳の女の子が抱きしめられたとき、孤児たちは一斉に号泣したといいます。日本に到着したとき、青白く痩せ衰えていた子供たちですが、ひと夏を日本で過ごし、人々の愛情に包まれた結果、見違えるように元気になっていきました。それはとても喜ばしいことでしたが、同時に子供たちが祖国ポーランドに帰る日が近づいていることを意味していました。みんなこのまま日本にいることを望んでいました。太陽がきれいで美しい夏があり、海があり、花が咲いている日本に、日本出発前には一人一人に洋服が新調され、さらに航海中寒くないようにと毛糸の直帰も支給されました。この時もたくさんの人々が衣類やおもちゃを子供たちに送りました。横浜港から出発する際、幼い孤児たちは親身になって世話をしてくれた日本のお母さんとの別れを悲しみました。
中には船に乗るのを嫌がって泣き出す子もいたほどです。客船に乗り込んだ子供たちはデッキから大声でありがとう、さようならを繰り返し、君がよとポーランド国歌を歌いました。後にポーランド衛生長官はこう述べています。子供たちが横浜を出発する際に惜別と感謝の涙を流したのは、彼らに対する救助がいかに貴重だったかを証明する最良のものです。神戸港からの出発の際も子供たち一人一人にバナナと記念のお菓子が渡され、大勢の見送りの人たちが涙ながらに手を振って子供たちが乗った船を見送りました。子供たちをポーランドに送り届けた日本船の船長は毎晩ベッドを見て回り、一人一人の頭を撫でて熱が出ていないか確かめていたそうです。その手のぬくもりは忘れられないと一人の孤児は当時を振り返っています。1995年10月、8人の元孤児たちが在ポーランド日本大使公邸に招待されました。いずれも80歳以上の高齢で、一人の女性などは体がひどく弱っていたため、孫に付き添われてやっとのことで公邸にたどり着いたほどでした。その老婦人はこう言いました。生きている間にもう一度日本を訪れることが生涯の夢でした。そして日本の方々に直接お礼を言いたかった。しかしそれはもう叶えられません。今回大使が皇帝に招待してくれたと聞いたとき、私は張ってでも行きたいと思いました。なぜならここは小さな日本の領土だと聞いたからです。今日日本の方に私の長年の感謝の気持ちをお伝えできれば、もう思い残すことはありません。老婦人は感涙にむせびました。70年以上経ったにもかかわらず、孤児たちは日本での出来事をよく覚えていました。日本の絵はがきを貼ったアルバムや、見知らぬ日本人から送られた扇を肌身離さず持っていた人、日本を離れる時に送られた布の帽子を大切にしていた人、聖母マリア像が描かれたお守り札を保管していた人など、みんなそれぞれ日本の思い出を大切な宝物として持っていました。シベリア孤児救済の話はポーランド国内で語り継がれていて、政府や関係者からたくさんの感謝状が届けられています。極東委員会で副会長だったヤクブケビッチ氏は、ポーランド国民の感激、我らは日本の恩を忘れないと題した礼状の中で次のように述べています。日本人はポーランドとは縁もゆかりもない遠い民族、日本はポーランドとは全く違う地球の裏側にある国、それにもかかわらず日本はポーランドの不幸な子供たちに深い同情を寄せてくれた、我々ポーランド人はその恩を決して忘れることはない、我々の子供たちをたびたび見舞いに来てくれた裕福な日本人の子供が孤児たちの惨めな服装を見て、自分の着ていた最も綺麗な衣服を脱いで与えようとしたり、髪にゆったリボン、櫛、飾り帯、果ては指輪までも取ってポーランドの子供たちに与えようとした、このようなことが一度や二度ではなくしばしばあった。ポーランド国民もまた高尚な国民であるがゆえに、我々はいつまでも恩を忘れない国民であることを日本人に告げたい。日本人がポーランドの孤児たちのために尽くしてくれたことは、ポーランドはもとより米国でも広く知られている。ここにポーランド国民は日本に対し最も深い尊敬、最も深い感銘、最も深い感謝、最も温かき友情、愛情を持っていることをお伝えする。1995年阪神淡路大震災の時、いつまでも恩を忘れない国民であるという言葉は実証されました。今度はポーランドが阪神地区の被災孤児ら30名を招いて
3週間ポーランド各地で歓待したのです。世話をした一人のポーランド夫人はこう言っています。一人の男の子が片時もリュックを離さないので理由を聞くと、震災で一瞬のうちに親も兄弟も亡くし、家も丸焼けになってしまった。焼け跡から見つかった家族の遺品をリュックに詰め、片時も手放さないのだと知った時は、不憫で涙が止まりませんでした。震災孤児が帰国する前のお別れパーティーには、4人のシベリア孤児たちも出席しました。歩行もままならない高齢者ばかりでしたが、75年前の自分たちを思い出させるようなかわいそうな日本の子供たちがポーランドに来たからには、ぜひ日本の子供たちにシベリア孤児救済の話を聞かせたい、と無理を押して参加したのです。4人のシベリア孤児が震災孤児一人一人にバラの花を手渡すと、会場は万雷の拍手に包まれました。それは75年前に地球の反対側から来たシベリア孤児たちを慈しんだ大和心に対し、恩を決して忘れないポーランド魂がお返しをした瞬間でした。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。It was a very inspirational story about pro-Japanese country Poland, the most pro-Japanese country in Europe. I've reacted to a video wherein Polish children are singing Kimi ga yo. If you haven't seen that reaction video, I have the link in the description box. So this video that I just watched simply explained why these children are singing Kimi ga yo. Poland and Japan have a very deep connection with each other. It happened more than 75 years ago. It was really nice knowing that Japan helped a lot of people, especially in Europe. It's a very far place, but Japan was there to help these poor children. I was really teary-eyed while listening to this video. Japan is a country with a big heart. People are very kind and helpful. That's why I personally adore Japan and Japanese people for being so kind and helpful to everyone, not just Asian people, but also European people. I'm really glad to know that Japan and Poland has this warmest friendship, deep connection, deep respect with one another. Poland is also there helping Japan when needed. Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.